どうもアラヤンです。今週も現在 Nintendo Switch のストアでセール対象になっているダウンロードタイトルの中から実際にプレイした上で厳選したものをご紹介したいと思います。最大 84% オフ、270円から924円とお手頃な価格でインディータイトルを中心に7月17日から7月23日でセール期間が終了する約400タイトルの中から個人的におすすめの日本語対応タイトルをセール終了日が近いものからまとめてご紹介しますので、ご購入の参考にぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。また気をつけてはいるんですが、本動画はネタバレを含む可能性がありますので、ご視聴にご注意ください。それでは参りましょう。1本目はアクション RPG ブラスフェマス。神の意志である奇跡が人々の魂の罪を呪いに変え、最悪の降りかかった世界クブストディアでその根源を断つために懺悔者となって巡礼という名の戦いの旅を行い、輪廻から抜け出すために抗うといった、ちょっと聞いただけじゃ理解できないような難解な世界観のストーリー。シナリオの雰囲気からダークソウル感をひしひしと感じますよね。本作は過去にご紹介したタイトルなんですが、めちゃくちゃ面白かったのでもう一度紹介させてください。高い難易度の探索型 2D アクション RPG である本作は、ダークソウルを 2D に落とし込んだような独創的なタイトルとなっていました。少し遊んだだけではわからない世界観や、初めて出会ったら回避もままならない敵の強さ、アイテムの備考欄に記されたフレーバーテキストに至るまで、本作はダークソウルの影響を大きく受けたタイトルでしたね。ボスにやられるのは当たり前で、雑魚敵相手にも気を抜けばやられますし、足元の確認を忘れたらトラップで即死するようなステージと、とにかく高い難易度の 2D ソウルライクアクションで、多くは語られない物語をイベントシーンの会話やフレーバーテキストから推測し、ストーリーを考察させる作りまでダークソウルやエルデンリングをとことん感じさせてきました。3D のグラフィックではなく 2D のサイドビュースタイルですが、ソウルライクなタイトルにハマった方におすすめしたいですね。ドット絵ながらゴア表現が満載なので苦手な方は注意が必要ですが、クリアまでは15時間くらいのボリュームで歯ごたえのあるタイトルでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてください。プレイステーションプラスご加入の方は定額プラン対象タイトルでしたので、そちらもチェックしてみてくださいね。2本目はアクション RPG クライスタ。ある日異世界変国に迷い込んだ少女レイは、襲いかかるモンスターから身を守るための力を手に入れたが、暴走した力で妹ミライを殺害してしまう。未来を生き返らせるため悪魔と契約したレイの戦いが始まるといったストーリー。本作はそれぞれの理由で怪物と戦う少女たちを描いたアクション RPG で、個性的なタッチで描かれた少女たちが織りなすシナリオに引き込まれるタイトルとなっていました。うつ設定のアニメがお好きな方なんかにはぶっ刺さるシナリオじゃないでしょうか。妹を生き返らせる代償に変国をさまよう魂を借り続けるレイは、魂たちがもともと人間だった頃の記憶や自分たちとの関わりを知りながら進んでいくんですけど、救えないシナリオ展開がとにかく多かったんですよ。順風満帆と思っていた婚約者がクズ男だったり、仲間同士でギスギスして命を奪い合ったり、愛犬に冷たく当たったら死亡したりと、可愛らしい少女たちのイラストとはかけ離れた世界観でした。少女たちはそれぞれに戦う理由があるわけなんですけど、その理由がぶつかり合うことでどんどん救えない展開に陥っていくシナリオは、見ていて辛くなる場面もありました。ストーリー演出も凝っていて、子供の落書きのような回想シーンが不穏さを醸し出していたり、エンドと思わせておいてエンドでない展開だったりと、こだわりを感じましたね。ただおすすめしておいてなんなんですけど、本作にはめちゃくちゃ残念なところが一つあって、敵を倒しながら迷路をゴールに向かうアクションステージがとにかく退屈で全く面白くなかったんですよ。シナリオだけ楽しめたらいいという方は、難易度をイージーにしてアクションステージをぶっちぎるのがいいかもしれませんね。クリアまでは22時間程度のボリュームで、ダークなシナリオを堪能できるタイトルとなっていましたので、ぜひセール期間に涙を流してみてください。3本目はアクションゲームキャットメイズ魔女の子の冒険。呪いによって死の世界に連れ去られた母を救うため、少女アレスタは世界を冒険するといったストーリー。
ドット絵で描かれた世界を魔法使いの少女が冒険するアクションゲームである本作は、マップ探索が楽しいメトロイドバニアなタイトルとなっていました。マップを隅々まで探索して新しい能力やアイテムを入手することで探索の幅が広がっていくといったゲームシステムで、条件を満たすことでダブルジャンプができるようになったり、水面を泳ぐことができるようになったりしたので、以前に訪れたマップで進めなかった場所をもう一度探索することでさらに奥へ進むことができるようになるといった典型的なメトロイドバニアなタイトルでした。数々のサイドクエストをクリアしたり、鍛冶屋で装備を鍛えることで主人公アレスタを強化してから強い敵が出現するエリアに臨むのがベストなんですが、強化がそこそこの状態でも敵やボスの動きをしっかり見極めると進行できるくらいの難易度だったので、サクッと遊べるメトロイドバニアを求めている方にぴったりでしたね。攻撃には近距離用と遠距離用があったんですけど、武器じゃなくてお供の魔物を使って攻撃するといった仕様になっていて、お供を増やすことで攻撃手段が増えていく点は世界観にうまくマッチしていました。サイドクエストの進行度によって変化するマルチエンドが採用されていたので、グッドエンドを見るためにサイドクエストを進める必要があったのもお使いが作業にならなくて良かったポイントでした。もちろんなんですけど、メトロイドなんかがお好きな方におすすめ。オートセーブがなかったのでセーブを忘れるとかなり手前まで巻き戻されるところには困りましたが、クリアまで9時間程度のボリュームでお手軽にメトロイドバニアを楽しめましたので、ぜひセール期間に遊んでみてくださいね。プレイする際は言語の初期設定が英語になっていたので日本語に変更するのをお忘れなく。4本目はアドベンチャーゲームボヤージ。自分たちの家を探すため2人の生存者が過去の謎を解き明かす探求の旅に出るといったストーリー。言語が一切登場しないアドベンチャーである本作は、手書き風グラフィックの世界に目を奪われるタイトルとなっていました。作中でストーリーが一切語られることがないので、訪れた場所にあるものや登場する石板からプレイヤーにシナリオを考察させるスタイルで、世界観にぴったりの BGM が気持ちを盛り上げてくれることで美しい世界に見とれてしまうんですが、そうすると周辺にある特徴的なものが自然と目に入るようになっていて、主人公の2人と彼らを取り巻く世界に何が起きたのか嫌でも想像させられました。スタート画面がまず独特で、他のタイトルだとスタートやオプションといったメニューが表示されますが、本作では言語を登場させないことへのこだわりなのか、そういったメニュー表示が一切なかったので、どのキーを入力したらどのようなアクションを行うのか試すところからスタートしたんですよ。アクションや2人の操作切り替え、相棒の追従と停止の切り替えなど操作の確認が済んだら、スタート画面で何をすればいいのか考えるといったチュートリアルすら排除した世界観への徹底には驚かされました。ステージは簡単なパズル形式で、2人で協力して高低差のある崖を登ったり、特定のギミックを作動させながら先へ進む道を切り開いていくものとなっていて、ギミックに関してもこれといったヒントはなかったので、ひらめきを頼りに何をどうすればいいか考えるのが楽しかったです。困った時のヒント機能も搭載されていて、次に調べる場所を光らせて教えてくれるキーがあったので、パズルが苦手な方もご安心ください。2人が協力して段差を登る際の仕草や、何もないところでアクションキーを入力した際のハグが可愛かったのも良かったポイントでした。オブジェクトを運ぶ距離が長くて退屈なシーンが何箇所かありましたが、クリアまで2時間程度のライトなボリュームで考察がはかどるタイトルでしたので、ぜひセール期間にダウンロードしてみてください。5本目は育成シミュレーションゲーム、ロングリブザクイーン、女王への道しるべ。母である女王が死に王位を継承することになった14歳のエロディ王女は、陰謀と裏切りを乗り切って戴冠式まで生き残ることができるのかといったストーリー。少女向けコミックのような可愛らしいグラフィックとは裏腹に、高い難易度の育成シミュレーションである本作は、王族が生き残ることの難しさを教えられるタイトルとなっていました。中世ヨーロッパをベースに魔法の概念を混ぜ合わせた世界観の中、主人公のエロディ王女に様々なジャンルの授業を受けさせて育成するシミュレーションで、特徴的だったのは戴冠式までに巻き起こる数々のイベントでバッドエンドを回避できるようにステータスを割り振る必要があるゲームシステムでした。最大の目的はエロディ王女を戴冠式がある40周先まで生き残らせることなんですけど、これがめちゃくちゃ難しかったんですよ。
毎週のように起きるイベントでは成功と失敗の判定があって、エロディ幼女が習得しているスキルのレベルに応じて選んだ選択肢が成功するかどうかが変わるだけでなく、選択肢が出現するかどうかやイベントが発生するかどうかにもスキルのレベルが影響したので、どの週までにどのスキルをどれくらいの習得度まで上げておくのかを計算する必要がありました。エロディ王女がスキルの習得度を上げるために1週ごとに午前と午後に2種類ずつ授業を受けるんですけど、授業によって習得できるスキルが40種類以上あって、しかも週末の過ごし方で変化するエロディ王女の気分によって授業の種類別に習得できるペースが変化したので、覚えさせたいスキルをうまく伸ばすことができなかったりと、なかなか思うように進められず、戴冠式を迎える前にエロディ王女が死んでしまうことが何度もありました。政略結婚や戦争などの外交政治や内乱のような国内の問題、贈り物に盛られた毒や暗殺者の登場、投獄した魔女の処刑など、かなりリアルに中世ヨーロッパの貴族社会が描かれていて、あっさりと描かれたシナリオシーンなのに奥深くて飽きさせない世界観でしたね。プリンセスメーカーなんかがお好きな方におすすめ。戴冠式までのイベントの進め方次第でエピローグが変わるといった収集家泣かせなマルチエンドでしたが、戴冠式を迎えるまでは10時間くらいのボリュームで中世王族を体感できるタイトルでしたので、ぜひセール期間に挑戦してみてください。6本目はステルスアクションゲーム荒神シャドウエディション。囚われの少女ヤミコが召喚した荒神、影を操る能力でヤミコの救出に向かう荒神はやがて真実に近づいていくといったストーリー。こちらも過去にご紹介したタイトルなんですけど、めちゃくちゃ面白かったので改めて共有させてください。影を使ったアクションが特徴的な本作は、強行突破のゴリ押しが許されない本格的なステルスアクションとなっていました。主人公荒神は影から影に瞬間移動したり、影の中に倒した敵を隠す特殊能力を持っているものの、敵から攻撃を受けると一撃でやられてしまう貧弱な体質がゴリ押しをできなくさせていました。シャドウリープと呼ばれる影から影に瞬間移動する基本能力は、影の中を歩いている間に充電される仕様で、連続で使い続けるとすぐに充電が切れてしまうので、影の中を移動しながら計画的にシャドウリープで敵に近づいて、他の敵に見つからない位置で仕留めてから次の敵に向かうといった一連のステルスアクションがとても緊張感がある上に、うまく倒せた時の達成感も味わうことができて、時間を忘れてプレイしてしまいました。操作感にストレスがなくて、思った通りに荒神が動いてくれたのも気持ちよかったですね。ステージ上のアイテムを拾ってスキルを解放することで、倒した敵を影の中に隠したり飛び道具を使ったりすることもできるようになったので、ステルスの戦略が広がって荒神が強くなった感覚を肌で感じることができたのも良かったポイントでした。ディスオナードシリーズやシーフなんかがお好きな方におすすめ。難易度は選択できたものの、ステルスが苦手な方には高い難易度の印象でしたが、荒神本編と前日譚である荒神ナイトフォールがセットになっていて、両方のクリアまで10時間程度のボリュームでステルスの緊張感が味わえましたので、ぜひセール期間に遊んでみてください。プレイステーションプラスご加入の方は荒神本編のみ定額プラン対象タイトルとなっていて、Xbox ゲームパスご加入の方は続編の荒神2が定額プラン対象タイトルでしたので、気に入った方はそちらもチェックしてみてくださいね。7本目はパズルアドベンチャーゲームダンジョンズオブドレッドロック。デッドキングを倒す者として選ばれた弟を追って、主人公の姉はドレッドロック山の奥へと進むといったストーリー。敵モンスターやトラップを回避しながらギミックを作動させて先へ進むステージクリア型のスタイルである本作は、シンプル操作がハマるパズルアドベンチャーとなっていました。一見すると不思議のダンジョンシリーズのようなグラフィックですが、ダンジョンの中身はランダムではなく固定で、リアルタイムで敵モンスターが動く立派なパズルアドベンチャーとなっていて、1ステージごとにサクッと遊べるライトなプレイフィールでした。とは言ってもギミックの説明はほとんどなかったので、実際にレバーやスイッチを触ってみて、マップにどのような変化が現れるのかを確かめながらクリアする方法を考えるタイプのタイトルで、難しすぎず簡単すぎないちょうどいい難易度にうまく作られていましたね。どうしてもクリアできないときはメニューから表示するヒント機能があったんですけど、私が使ったのは一度きりでした。敵の動きやトラップの影響、ギミックの意味を自分で整理して
クリアするための正しい手順が分かった時の達成感がたまらなかったです。移動とアクションだけのシンプル操作だからこそ、アクションが難しくて詰まるような場面はほとんどなくて、クリアできない時は手順を考え直してみて答えを導き出す感覚が楽しかったですね。この手のタイトルとしては珍しく、ステージを行ったり来たりするギミックがたくさん存在して、例えば手前のステージで落とし穴に落として撃退した敵から、次のステージで鍵を入手して手前のステージのロックを解除するような、複数マップをうまく使う必要がある点も正解を導き出すのが難しくて良かったです。イベントシーンでは英語音声が入っていたんですけど、哀愁漂う雰囲気でバカみたいなことを言っていてツボにはまりました。吹き出しの文字フォントが安っぽかったり、開業がガバガバなところはあったものの、全100ステージクリアまで5時間程度のボリュームで気持ちよく遊べるパズルでしたので、ぜひセール期間にチャレンジしてみてくださいね。いかがだったでしょうか。今回は270円から924円で遊べる任天堂スイッチのセール対象の中からおすすめのタイトルをご紹介しました。残念ながら本動画をご覧になった時にはセールが終了していたという方は、スイッチのストアで欲しいものリストに登録して次回のセールを見逃さないようにしてくださいね。本日ご紹介したもの以外にも、当チャンネルで過去にご紹介したタイトルで再度セールに出ていて終了日が近づいているものが20タイトルありました。このあたりは動画の概要欄にまとめておきましたので、他の動画も見ていっていただけると幸いです。また本動画ではご紹介しきれなかったんですが、7月17日からの1週間は疫病の力を駆使して戦うソウルライクなアクション RPG ティメジアクラウドバージョンや、呪いの森を探索する恐怖に怯えるホラーアドベンチャーブレアウィッチなんかもセール終了日が近づいていましたので、他のゲームも探しているという方はストアを検索してみてくださいね。ということで、皆様のゲームライフに少しでもお役に立てれば光栄です。この動画が参考になったという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけたら励みになります。皆様の感想もコメントいただければ嬉しいです。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。